今日も無事にね、おろし終わりましたね。この辺でこんな雪ついて走っとるの僕だけじゃないですか。あいつはどっから来たんやぐらいな感じの目線をすごく感じるんですけどね。誰も雪なんかついてないですよ、この辺。なんならノーマルタイヤですもんね。本当に。誰かトラックで雪ついたお仲間さんおらんかな。あー、こっちはしかしいい天気ですね、今日は。でも今日まだね、北陸とかさっきね、ライブカメラ見たんですけど、もうすごい雪でしたね。ちょっと今晩は苦労するかなみたいな感じありますよね。今日今からまた愛知県の方まで行って、でっか音やなこれ。愛知県の方行って荷物積むんですけど、美浜町か、浜町に行って、一応フレコンとはなってるんですけどね。とりあえず向かってみて積んでいきましょう。今日はなんかほんと早めに動いといた方が良さそうな感じもするな。
らないですね。走らないというか動かないですね。もう平坦の信号待ちで止まっただけでも、もうそこから大変ですもんね。動き出してスピード乗るまでに多分信号変わるんじゃないかなぐらい。そのぐらい大変ですよ、本当。ブン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 なんてやってる間に本当信号変わっちゃいますよ、あれ。あと本当このトラックのメーカーに言いたいのが、本当このフロントガラスに熱線を入れてほしいです。もう雪でね凍っちゃうんで、本当熱線を入れてほしい。なんで乗用車とかにはあるのに、こういうトラックには入れないんだろうと思うので。よっしゃ、今430ねちょっと撮ってたんで終わったんで、ちょっと出発しますか。おっ、このセット、よいしょよいしょっと。外が寒いのかな。あんまり屋根のって箱の上の雪がなんかあんまりじゃんじゃん溶けてこないですね。普段だともう止まっとるとね、水がこうガーッと垂れてくるんですけどね、今日全然垂れてこないですね。この調子だとどうだろう。まあここからちょっと混むから、あれか、昼過ぎぐらいには積み込み場所行けるかな。すぐ積めたらいいけどね。すぐ積めるのを期待していきましょう。この絹浦トンネルのからまっすぐ来た道ですけどね。ここどうやったの、昔にこんな通った覚えねえな。ああ腰伸びる。なんか多分通ったことないような道やないかな。でもこんな抜ける道やったら普通に通っとってもおかしくないなと思うし、もう記憶がないやねこれね。おじいちゃんやおじいちゃん、もう記憶がない、記憶にございませんや。こっち側におったら本当あの北陸の雪なんか嘘みたいな話やよね。もう雪のあれもなんもないよね本当に。やっぱね、こういう道で折れるのは本当いいっすよ。ねえ、雪道が大変っていうのがよう分かりますわ、本当。これあの大雪が週の頭とかに来た時の1週間めちゃくちゃ偉いでね。ねえ、その最初の初日で早疲れてもらってね、1週間めちゃくちゃ偉いっていうね。本当そのぐらいなんか雪道っていうのは疲れますね。
やっぱあれ怖いもんで変な力入ってるんですよね、多分ね、いろんなとこにね、ハンドルもグッて握っとるし、なので多分本当に疲れるし、まあ、気疲れみたいなもんもあるやろうし、ねえ、それ何時間も常時ビビっとるんで、それは気疲れますわね。ねえ。